高松八幡神社は、東京都練馬区高松一丁目にある神社、八幡宮の一社である。正式名称は、八幡神社だが、練馬区内には、同じ八幡神社が三社あるため、道路標識などでは、地名から、高松八幡神社と呼称される。高松、向山、ぬくいの宇治屋城であり、中野区詐欺宮にある、詐欺宮八幡神社とは、 鎌倉街道を挟んで台に建てられたことから、若宮八幡宮とも呼ばれている。社殿によれば、公平7年に、全9年の役に勝利し、東北地方を平定した、源頼地下が戦勝を感謝し、国家と源氏の安寧を願い、混流したのが、始まりとされる。詐欺宮八幡神社も、同じ由緒であり、両者は鎌倉街道を挟んで南北に混流されている。 詐欺宮の方が先に混流されたため、高松の方は、若宮八万と呼ばれるようになった。新編武蔵風土気候上練馬村の項目では、八幡社、村の鎮守なり、車両発国の御主印派、慶安2年11月17日府、セラル、新名、春日を合わせどのとす、愛全員持ち、とある。また、文政四年上、 練馬村村方名最初上町では、陳樹山田宮とあり、これより以前、完成6年に、古川小松県が編纂した、知史・詩人地名録では、若宮八万宮と呼ばれていた。明治5年に上練馬村の尊社となった。現在の社殿は、本殿が、今日は3年の混流で、平殿、廃殿が、大正9年に改築されたものである。社殿脇には、 昭和38年根流の神楽殿がある。高松八幡神社の境内には、以下に述べる、不動明王石像のほか、三国、大人山登山記念碑、日露戦役記念碑、太平洋戦碑などの石碑がある。ありがとうございます。